ございます。タエです。あゆです。今日は太平洋クラブ八千代に来ています。今日は明治大学のお二人とバトルをします。お願いします。お願いします。あ、石川せいなです。花渕里穂です。今日はこの4人で18ホールのダブルス対決をします。お願いします。お願いします。今日の意気込み、でも相方もいるんで2人でちょっと協力しながら頑張ります。今日はダブルスっていうことなんで、はい、でもいつもと違う感じでやると思うんで相手に迷惑かけないで頑張ります。ほのちゃんとのリンボル散々だったので今日は頑張ります。はい、この心強い後輩がいるので一緒に頑張って勝とうと思います。
変えるけど、もう変えるからね。クラブ変えるんですか？クラブ変えます。はい、ちょっと気分転換に。どのくらいで変えたりするんですか、クラブって。2人はほぼ変えてないです。中学からずっと使ってた。中3くらいから。いただいてるんで、新しいの出たらなるほど。毎年変わってます。変わるとなんか大変とかないですか？大変というか、なんかちょっと違うじゃないですか、クラブって。違うんですけど、やっぱなんだろう、いいものになってるから。なるほど。はい、いいですね、毎年。ありがとうございます。ちょっと雨が降ってる時ってどんなことに注意して。寒い時はやっぱ体が全然動かなくなっちゃうんで、タイミングだけですかね。スイングどこ変えるじゃなくて、スイングのリズムだけ意識してます。あとまあ飛距離は落ちちゃうんで、少しはそれだけ考えてれば、そのぐらいです。はい、ありがとうございます。はい、バンカーを打つときのアドバイスを一言お願いします。砂を打ちます。砂を打ちます、はい、ちょっとなんか開くとかなんかよく言うじゃないですか。あ、でも開かなくても出ます、バンカーは。ナイスアウト。惜しい。ナイスタッチ。ナイスです。セガちゃん、単位がやばいし。いや、やばくないです。タチもやばいし。ただね、こういう人の人気を取っちゃったから。そう、うん、大変やっぱり、うん、大変かな。ゴルフと勉強を両立させるのがさ、うん、きついよね。私絶対無理。
です。ナイス。ナイスです。